こんにちは、ゴロゴロキッチンです。今日はナスを使った冷製のポタージュを作っていきたいと思います。では行ってみましょう。まずはナスを用意しますが、ヨーロッパのナスは大きいので1個、日本のナスでしたら3個ぐらいだと思います。皮を剥くためヘタを外します。皮剥き器で薄く皮を剥いていきます。皮が剥き終わったらヘタを落とします。もし皮が少し残っていたら包丁で切り落としてください。適度な輪切りにカットしていきます。フライパンを用意して火にかけます。火加減は中火です。フライパンに油を入れずにナスを並べていきます。十分に焼き色がついたら裏返していきます。裏返した面も焼き色がついたら白ワインを入れて蓋をし蒸し焼きにします。アルコールがすぐ飛ぶのですぐに火から下ろして大丈夫です。ブレンダー容器に鶏ガラスープの素、塩、胡椒、水を入れてよくかき混ぜます。さらにオリーブオイルも入れます。先ほどの焼き上がったナスを加えていきます。ブレンダーで全体が滑らかになるまでよく攪拌します。ちょっともったり重いなと思ったら水を少し加えても大丈夫です。滑らかになったら冷蔵庫に入れて冷たくなるまで冷やしておきます。十分冷えたら器に盛り、お好みで生クリームを入れます。こちらもお好みでミントの葉を飾ります。はい、できました。はい、ということでナスの冷製ポタージュの回でしたが、いかがでしたでしょうか。では早速試食してみたいと思います。すごく本当にナス好きでもそうでない方でもすごく美味しいと思っていただけるポタージュだと思います。でこちらは友人で料理研究家のすぬこさんから教えていただいたレシピです。で彼女の著書の中にもあるレシピでして、以前から私の方でも作ってるんですけども、もともと本来は焼きナスを使うレシピになってまして、ただ焼きナスにするとヨーロッパのナスはすごく大きかったりするので非常に焼くのにも時間かかるんですね。でそういうところもあったので、皆さんがより作りやすいように私の方で少しアレンジをしてフライパンで焼きナスを作る形にしました。であとブレンダーを持ってないっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、ブレンダーがない場合はまたちょっとこれは時間かかってしまうと思いますが、普通にお鍋に入れていただいて、お鍋でこう弱火でコトコトと煮ていただいてナスが柔らかくなるのを待ってみると、まあちょっとその滑らかな方にはならないかもしれないですが、同じような感覚で食べていただけるんじゃないかなと思います。はい、という感じでしたが、いかがでしたでしょうか。もしこういったものを作ってほしいですとかリクエスト、それから、あのあたりがよくわからなかったなというようなご質問があれば、ぜひ YouTube のコメント欄の方に書いていただければお答えできると思います。それからこの動画の方を気に入っていただけましたら、ぜひ高評価とそれからチャンネル登録もお願いできたら嬉しいです。ではまた次回に。ゴロゴロキッチンでした。